が大事だと思います。右目。皆さんこんばんは、ティライです。今日は YouTube 見てる途中でなんかめっちゃかっこいい早口言葉があったので、それを挑戦してみようと思います。猫、僕が今から言う文章を復唱しろ。斜め77度の並びで、泣く泣くいならく七半七台、難なく並べて長眺め。これなんですけど、めっちゃかっこいいでしょ。なんかこれを挑戦してみようと思います。あ、これする前になんかコメント欄にまゆさんがこれを試してみてくださいって、まずこれをやってみてからしようと思います。内容は右目なんですけど、右目、このリズムが大事だと思います。右目、まあもっと早くしてみようと思います。右目。今日なんかこれ成功したら時間がめっちゃかかりそうですが、まあまずやってみようと思います。右目。お、成功じゃないですかこれ。またやったら失敗しそうだけど、早く挑戦してみようと思います。韓国語でトジャンって言うんですけど、トジャン。右目。まあこのくらいはまあいいかと。またしてみようと思います。右目。成功。イエーイ。まあ成功したから次に行きましょう。これ続けたら右耳が痛くなりそうです。これが本番です。これいつ終わるかな。私にできるかな。斜め77度の並びで、斜め77度の並びで、いい感じ。泣く泣く、いな泣く、七半七台、難なく並べて長眺め。斜め77度の並びで、泣く泣く、いな泣く、七半七台、難なく並べて長眺め。めちゃ難しいですね。これ、リオンの方はできるかな？斜め、やはりリズムが重要だと思います。斜め77度の並びで、泣く泣く、いな泣く、七半七台、難なく並べて長眺め。早くしてみようと思います。ドジョーン。斜め77度の並びで、難なく並べる。やはりできるかな。斜め77度の並びで、ここはもういいと思います。泣く泣く、いな泣く、七半七台、泣く泣く、いな泣く、泣く泣く、いな泣く、七半七台、難なく並べて長眺め。難なく並べて長眺め。難なく並べて長眺め。斜め77度の並びで、難なく並べ。斜め77度の並びで、泣く泣く、いな泣く、七半七台、難なく並べて長眺め。この人めっちゃすごいんじゃないですか。やはり日本のアニメの声優さんはみんなすごいです。トジョーン。斜め77度の並びで、泣く泣く、いな泣く、七半七台、難なく並べて長眺め。これちょっといい感じじゃないですか。もうできそうです。トジョーン。斜め77度の並びで、泣く泣く、いな泣く、七半七台、難なく並べて長眺め。なんか発音がめっちゃ難しいです。トジョーン。斜め77度の並びで、あ、ここが早くいたらめっちゃ難しいです。斜め77度の並びで、なんだくん。まず聞いてみましょう。猫、僕が今から言う文章を復唱しろ。斜め77度の並びで、泣く泣く、いな泣く、七半七台、難なく並べて長眺め。これはめちゃくちゃ難しい。リズム、
斜め七畳七戸の並びで、泣く泣くいななく七半七大難なく並べて長長め。斜め七畳七戸の並びで、泣く泣くいななく七半七大難なく並べて長長め。斜め七畳七戸の並びで、これゆっくりしても難しいです。斜め七畳七戸の並びで、泣く泣くいななく七半七大難なく並べて長長め。斜め七畳七戸の並びで、泣く泣くいななく七半도전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 舌が短くてここにはできないと思います。まず頑張ります。도전77777777との並びで、斜め77度の並びで、なくなくいななく7半7台難なく並べて長長め。도전斜め77度の並びで、斜め七畳七戸の並びで、なくなくいななく七半七大難なく並べて長長め。斜め七畳七戸の並びで、なくなくいななく七半七大難なく並べて長長め。斜め七畳七戸の並びで、なくなくいななく七半七大難なく並べて長長め。どうじゃん。斜め七畳七戸の並びで、なくなくいななく七半七大難なく並べて長長め。もう漢字が分かりました。リズム。斜め七畳七戸の並びで、なくなくいななく七半七大難なく並べて長長め。おお、やはり頑張ればできますね。皆さんもやってみてください。これ七がめっちゃ多いから、もう七七七七七芸能人の七、うん、斜め七畳七戸の並びで、なくなくいななく七半七大難なく並べて長長め。めっちゃ上手になりました。やはりヒットなんか何でもできますね。おお、もう一度最後早く行ってみましょう。도전斜め七畳七度の並びで、なくなくいななく七半七台難なく並べて長長め。イエー、やはりリードあ成功しました。今日はここまでです。ありがとうございます。ラクラク。斜め七畳七度の並びで、ラクの。